ポジションとしてラックなんですけど、やっぱ僕初めてのこのロングホースがどういう感じなんかと、前はストックサイズのロングホースだったな。そうですね、21インチのそれとジオーバーのロングホースだから、ハンドリングがやっぱり、ね、あーそうですね、
監督が入れるのを送っていく、うん、そうですね、押し込む、はいはい、軽くのタッチで、うん、トレイルをそこにガンっていってしまうので、その間は、うん、多分感覚をつかんだらすぐ、うん、なんとなく分かってきた、なんとなくそこをそこへ、あと回るんで、やっぱ見ながらやったら確認しやすい、そうそうそう、でこれのオープンやったらね、目視できるから、うんうん、まあ、回ったったら手元出す、うん、でこれがやっぱ止まってるから、走り出したらニュートラ入りやすくなるんです、うん、から走りながら、信号で止まるよっていう時は走りながらニュートラルっていうのができたら、そうですね、まあちょっと乗って慣れやな、そこはそうですね、はい、じゃあ乗ってみましょう、はい、うん、楽しかったですね。あ、その、まあ、ロングホークちょっと気になってたんですけど、まあ言うほどそんな何もなくて、走ってすごい楽しかった。ストックの純正フレームに、うん、でジョーバーのカーター、うん、実際に、まあ、初めてのこういう感じのカーターでしたけど、全然。まあ案外行ってましたね。見てる感じは何でしょうね、軽快に行けてたんですね。いや、まあ、あとはウインカーとかですね、うん、曲がる分にもまあまあ今は行けるかな、行けてたんだって、はい、初のライディングでエーストせずに、いや良かったです。信号だってあれだけ信号待ちあって、うん、あのエーストせずにさ、そうですね、ジョッキーもまあほんまに思ってたよりニュートラルも少し入るんで、やっぱりこの走ってる時の方が完全にミッションを回してる方がニュートラル入りやすいから、うん、その感覚をね、こうやってすぐ見つけれたっていうのが一番でかいから、うん、そうですね、うん、ニュートラルランプなしで
あ、そうですね、その、まあ、井上さんが言ってたスコンって抜ける感じが、うん、まあ、今回の練習で分かったんで、はい、まあいけるかという感じですね、うんうん、まあ、一緒のギア比も上げて、はい、だいぶ走りも、あ、もうだいぶ走りやすくなりました、うん、結構伸びるような感じあるでしょ。そうですね、やっぱ3速入れた時とかからもうグワッとこういくような感じがする、うん、だいぶ変わりました。サイズのスロベルからこうやってロングオープンとか、うん、やっぱり躊躇したりさ、そうですね、そういうのがあるけど、それでも自分のものにすぐしてるから、うん、それ見ててね、頼もしかった。いや、もう乗りやすく作ってもらったおかげで、ポジションね、そうですね、合わせてるから、まあそうです、うん、ほんまに僕のポジションで作ってもらったんで、うん、だいぶ楽ですね。自分が乗った時とかもう体硬いから、うん、足とかいろいろ狭くて、そうですね、でもポジション一つでこんだけ変わるんやなっていうのはすごいわかります。いや、よかったです、うん、ありがとうございます。ありがとうございました。